新たな感染者は過去2番目に多い867人で、先週の同じ曜日と比べて315人増加し、増加率はおよそ 1.6 倍となります。居住地は松山市が272人、新居浜市が157人、今治市が90人など、県内すべての市と町で確認されているほか、新居浜市と宇和島市では過去最多の感染者数となっています。年代は10歳未満が149人、10代が145人など、40代以下のすべての年代で100人を超えています。また50代が98人、60代が53人など、若い世代以外にも感染が広がっていて心配な状況です。現在医療機関に入院している人は昨日から8人減って104人、重症者は昨日と変わらず2人です。県内の感染拡大を受け、県は昨日県独自の警戒レベルを特別警戒期に引き上げました。昨日の会見で八谷副知事は、断定はできませんが、県内各地の夜市に訪れた後にですね、少し経って症状が出て陽性が確認されるというケースが県内各地で続出しております。感染拡大の原因の一つと考えられている夜市、大街道や銀天街などの土曜夜市は今月2日3年ぶりに復活しました。もうずっと設置してます。やるって決めたぐらいからずっと設置してますね。主催する松山中央商店街では、当初定めた感染を防ぐためのルールをさらに強化し、残り2回の土曜夜市を開催する方針です。一番大事なのがやっぱり食べ歩き、ここがマスク外しちゃうんですね。やっぱりそれが非常にリスクがあるので、我々も見回りやお声掛けの人数を実は増やそうというふうに決めました。であとは文言も禁止、ご遠慮くださいだったんですが禁止。組合では SNS やホームページも活用して混雑状況を知らせたり、過去2回の人流データを解析して人出が減る時間帯を発信するなど、密を避けるための情報を提供するとしています。ここで火を絶やしてしまうと、このあと、野球のイベントもそうだし、他の行政イベントも、そしてお花火や、お祭り、松山祭りもできなくなってしまうので、次のイベントだったりそういった経済活動の方にバトンをちゃんと渡せるように、私たちはここでこらえなきゃいけない。